ボールは決まりません。入り替えの速さが特徴、名古屋晴山ケビンのスリーポイント。コティ・グラーク、カウントですね。ちょっとスリップして、斉藤匠、いいですね。キーサトンの2ポイント、はい、オフボールしっかりもらってからのピックアンドロール。斉藤匠決めてきました。この辺りは安定してますね。いいアタック。今日から復帰のウィティングトン、伊藤のアタック、いいですね。今のこのシーン、リバウンドは名古屋です。伊藤から張本、張本うまいプレー。ラモスのスリーポイント、リバウンドはコティクラーク。この後ディフェンスをしっかりしたいですね、はい、アリウープ決まった、はい、イーサト、コティクラークからイーサト、ジョンソンへのパスでようやく第2クォーター、富山は得点が入りました。ゴールした伊佐と斉藤選手よく見てますね。形になっています。とにかくスリーポイントを狙ってくるという今年の名古屋。斉藤匠、ああ決まりました。すごいですね、スリーポイント、さらに差を広げて20対40になりました。斉藤匠ボールを奪ってバスケットカウント、見事なプレー。今のプレーどうでしょう、井出さん。そうですね、いいディフェンスからのこのクラッチ、もうゴール見てないですからね、はい、大きく差が広がる展開になっています。富山ジョンソン、松井からジョンソンです。ちょっとずれちゃいましたね、パスが。マブンがショットクロック残り2秒でダンクを決めた。この後もディフェンス富山頑張りたいですね。伊藤、いいサトンへ、今みたいなシチュエーション作りたくないですよね、ラモスから晴山ケビンのスリーポイント、いいですね。晴山今日2本目のスリーポイントが決まりました。ウィングの位置でもらって斉藤匠、スミスをかわして斉藤、うまいですね、シュートフェイクから。松井慶十郎今日誕生日、マブンガには2人つきました名古屋。ゴールしたスミス、バスケットカウント、強みの一つなので、マブンガとね、あのスミス、ここの合わせがね、富山らしさだと思います。この2人の活躍もあってリバウンド、名古屋セカンドチャンス、セカンドチャンス与えたくないですよね、はい、須田のクリア、これはイーサトンが決めた。斉藤外キックアウト、須田のスリーポイント、富山がタイムアウトです。今日非常にプレータイム長いですもんね、ラモスは。そうですね、レイパークスジュニア、決まったよ。これでレイパークスジュニア3連続得点ということになりました。代わって入ったウトレス富山、ウトとミトの合わせ、いいですね。ウトのアタック、ああ決まりました。ブライス・ジョンソン、ゴールしたジョンソンのダンク、イーサトンからハンドオフ、須田です。スリーポイントではなく中にか合わせてきました。リバウンドはジョンソンです。一気に前線へ、宇都直樹、ゴールした清田、いいですね、はい、ジョンソン、アメタニー、コーナーからのスリーポイント、ブザーが
ここで試合終了です。